ひろたか？なるみ？あー、この会社にいたんだ。高校の時チラッと会って以来だよね。ああ、え、中途？うん、そう。元気そう？ん？質問？うん。普通俺を見て元気そうって言うもんだよね。うん、そういうことはいいから。うん、元気そう。うん、元気、私元気。じゃ、面白い子だな。あちらが元気かどうかは聞かなくていいんですか？彼は元気そうでした。はい。あ、なるみ、まだコミケとか行ってんの？コミケって何ですか？行きましょうか。ねえ、コミケ行ってんの？知らないです。もしかして彼、私のこと誰かと勘違いしてるのかも。あ、今夜空いてる？はい。飲みに行こうか、話がある。はい。連絡先交換しよう。 QR コード出して。はい。フルフルで行こう。フルフルで。はい、先行玉。おっしゃ、ナイスダウン、さすが。はい、スタン入った。正直殺そうかと思った。だって隠してるって知らなかったんだよ。まさか転職先にヒロタカがいるとはね。この会社でもおたばれしたらお前のこともバラすから。この男、廃人クラスのゲームオタクですよって。よっしゃ、クリア。別に俺隠してるわけでもないし。タバコいい？ダメです。吸います。隠しといた方がいいよ、オタクはモテないよ。別にモテたいわけでもないし。え、何？彼女いるとか？いませんけど。でしょうね、お前オタクの上に不愛想だもんね。なるみは？彼氏いんの？1年付き合ってふとした瞬間におたばれしたのをきっかけに距離を置かれ、ついに振られた。あ、ごめん、俺腐女子とか無理とか言われて、それを会社全体にアナウンスされて完全に居づらくなって辞め申した次第じゃ。まあ飲めや。ああ、だから次の彼氏にはオタクってことを墓場まで持っていく覚悟。死んでも隠し通す所存。オタクに理解ある男を探すってのはダメなの？ダメに決まってんだろ。理解あるってことはそいつもオタクじゃん。オタクはキモいから絶対嫌。出た、自分棚上げ腐女子。うん、タイプじゃねえわ、大人になっても。そういうとこだと思うよ。は？そりゃ振られるわ。ヒロタカはいいんだよ、子供の頃からの大切なオタク友達なんだから。普通に幼馴染でよくない？うん、オタク馴染。しょ。あ、いやー、すまんね、ヒロタカ丼。構わんよ、なるみ丼。これでやっと新しい装備作れるわ。今回の会社じゃ孤立することもなさそうだし、やっぱり持つべきものはヒロタカだな。じゃあ俺でいいじゃん。何がですか？バカなんですか？バカって何よ。俺だったら素材集めだろうがレベル上げだろうがいくらでも付き合えるし、残業でも待っててやるし、失望したり泣かせたりしないし、そもそも俺もオタクだし。ヒロタカ。さらには来月のコミケで俺も売り子として同伴可能です。採用。